おはようございます。大丈夫？意識遠のいてない？お別れしとく？あ、大丈夫か。大丈夫だね。俺が帰ってくるまで元気いてくれよ。冬のカマキリ成長日記。今ちょっと一瞬うつむいて意識が遠のいてたんだよな。あ、でも大丈夫か。元気でな、お前もな。セッティングをした。みんな元気でな。ここに出てる子たちは一応しまいました。個体も大きくなったんでね。フリーの子たちも2匹大きいのがいて、6例の2匹はしまいました。ここにいるのは5例より下ですね。この5例かな。お別れ、一応お別れだね。この中は小映え大量に入れた。ほら、水を含ませた脱脂麺を下に置いてます。こっちもそう。餌に困ることはないと思う。腹広さんのところは2例が増えてきたかな。 やることはまあ同じですね。スネ夫は今日あたりからご飯を食べたくなるはずなんだが、ちょっと与えられないのでエネルギーだけ与えて終わりにします。心配はめくらちゃん。いや、ほんとまだ悩んでる。この子どうしようかなって。試しに今ここ地面に置いてるんだよね。動き回るのか、じっとしてるのか、様子を確認してます。貼り付けてぶら下げる可能性もあるし、昨日までのような感じで置いとく可能性もある。どっちにしようかなと思って。ね。一応、これ最後の姿かもしれないから、写しとくね。少しお腹の様子が痩せてきたんだよな。一度太るだけ太って、脱皮の直前はこういう風になることもあるんで、このぐらいのお腹でも十分脱皮しますね。脱皮前の微動があればもうテープで貼り付けちゃうんだけど、はあ、どうかな。食べます。全体的には色が 薄くなったかな。あ、来た。出かける前の最後の食事だね。この感じだとまだ帰ってくる時には元気かな。去年のことがあるので少し心配ですが、まだ元気かもしれない。一応別れしとこう。帰ってきて元気だったらまた遊ぼうね。まいちゃんね。あった。そう、またか。俺の手じゃなくてコオロギさんを食べようか。この間コオロギ一匹食べたのにお腹は痩せてんだよね。どうなんだろう。目が見える範囲が狭いのかな。ここほらほら、声に反応した。みかんの皮だぞお前。捕まえるの下手になっちゃった。違いに気がついた。か。ああ、捕まえた。この子は、あ、そっか、足がもげてたのか。ね。元気でいてくれよ。
な。食べるかな。これ食べなかったらもう完全に拒食だよね。あれ結構食べてんな。あ、でも手あげた。いらないか。いらないか。いらないか。給食か。あ、いらないね。拒食だ。これね、俺がいない間に脱皮しそうだね。やっぱ脱皮直前だわ。まーちゃん元気でいろよ。ほんとすごいね、これね。1年ともう3週間目に入ってんだよ。すごいね。ほんとすごい。330日ぐらいでさ、去年も一昨年もさ、長生きしたのがさ、死んじゃったじゃん。結構可愛がってたのに。1ヶ月以上も長生きしてんだ。そう。すごい。教訓というか、思った。手のひらに乗せてる間に寿命縮まってるわ、あれ。お腹って、多分、気温だろ。人間体温35度だろ。気温と比べて20度ぐらい上なんだよ、冬は。だから、ものすごい暑いんじゃないかな。ちょっとそういう心がけがあるだけで違うのかもしれない。うん。俺今年はそれ心がけていくから。あの結構可愛がって手に乗せてた子っていうのはそういう子ほど早く死んでる。で、腹びろカマキリもこれこの子ね、今一番 長生きしてんじゃん、この子に関してはまるでノーマーク、何の特徴もない緑で何匹もいたじゃん、つまりそういうことなんだよ。で、褐色の子とか結構可愛い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 触ったりなんなりさ、あのつついたりしてたじゃん、ダメなんじゃないかな。じゃあ、あまり放置、そうそうそう、あまりしないで、手に乗せる時間は極力短くしてあげた方がいいと思う。うん、で今回の教訓、うん、そうだから、それを今年は心がけてたり、結果そういう風に、あの、あんまり俺に可愛がられてない個体が長生きしてるってこと。うん、皮肉なんだけど、そう、またな、また会おうぜ。こっち、こっちもな、おい、スネ夫もね、食べるようになったらいいなと思ってんだよな。脱皮後、これ脱皮後何日か経ってるから、そろそろ食べるんだよ。明日あたりから食べるんだけど、うん、まあ極端な話、食べなくてもそんな大丈夫。 2,3 日、今日少し食べたんだっけ。今日なんかちょっとかじったよね。かじった、ね、そう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 、あんまり量的に食べたら合うわ。うん、まあだから牛乳舐めさすとかなんかいろいろあんじゃん。あのミルクプロテイン作るの目指すと牛乳だけ舐めさせるとか、それ生クリームとかね、これ大丈夫。こっちだよね、本当にお別れかもしれないのはこっち。まえちゃん、おい、本当にお別れかもしれないのはこっちなんだよ。めくらさん、めくらさん頼むぞ、頑張れよ。もう動かないもんね。食べもしないな。うん。水飲んでる？水は飲む。水は飲むんだよ。うん。うん、脱皮するときにもやっぱ水分使うからさ。そうだよね。あんまり乾燥してたらね。うん。うん、頑張れよ、お前。できれば何も変化なくこのまま待っといてほしい。うん。じゃあね。